はい、ということで、それにね、出場する選手の皆さんに今から意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは自転車対決はこの3人です。じゃーん、まず、オートレースからは山田雄介選手、そして先月デビューしましたガールズ競輪倉野由紀選手、レースヴィーナスの有沙ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、まずは山田選手、自転車対決ですよ。そうですね、昔競輪選手目指してたんで、ちょっとここは練習してきたんで頑張ります。意気込みを一言どうぞ。負けないように頑張ります。はい、力強いですよ。さあ、そして倉野選手なんですが、この2人相手にどうですか？そうですね、もう負けられないんで一生懸命頑張ります。では一言意気込みお願いします。はい、負けないようにゴールまで一生懸命走ります。はい、頑張ってください。さあ、そして有沙ちゃん、ちょっとこの自転車大丈夫ですか？完全にこれ街中を散歩する自転車ですよね。私もちょっと見てびっくりしたんですけれども、ちょっと頑張りますので。ではでは、この2人を相手に一言意気込みお願いします。はい、せっかくやるからには一番目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。さあ、そして今度はですね、オートレースとそして自転車ガチ勝負のお二人はこの2人です。はい、さあ、オートレースといえばね、浜松木村武史選手、そして競輪界の怪物は深谷智博選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、木村選手、深谷選手との対決ですが、どうですか？そうですね、深谷さん早いんですけど、まあ、負けないように頑張りたいと思います。では、オートレースを背負って皆さんに一言意気込みお願いします。そうですね、まあ、朝練習もしっかり練習したんで、はい、コンディションはバッチリだと思います。頑張ります。はい、頑張ってください。さあ、そして深谷智博選手ですが、深谷選手、去年も対決しました。去年どうだったですか？そうですね、去年は勝たせていただいたんで、はい、今年も頑張りたいです。ではでは、皆さんに一言意気込みお願いします。そうですね、連勝を決めれるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ということで、この後5レース発売中に皆さんによって行われますので、ぜひ皆様お楽しみに。頑張ってください。以上です。いよいよ第1ラウンドスタートを迎えます。針5秒前、3秒前、2秒前、1秒前、いよいよスタート。さあ、折りたたみ自転車有沙が先行していきます。ロードレーサーが山田、そして後ろからガールズ競輪競争用のレーサーで来ますが、倉野が来ますが、まず山田が先頭、山田が先頭、山田が押し切った。山田雄介、見事にこの第1ラウンドを制しております。競輪選手の弟がいて、そして自身も以前は競輪選手を目指していた山田雄介、見事にこの自転車対決を制しました。勝者、山田雄介。山田選手、倉野選手、そしてレースヴィーナス有沙ちゃんに盛大な拍手をお送りください。この後第2ラウンドが行われます。第2ラウンドの発走まで今しばらくお待ちください。さて、いかがでしたでしょうか。オートレース VS 競輪、オートレースからは山田雄介選手、そしてガールズ競輪からは倉野由紀選手、そして浜松オート4代目レースヴィーナスの有沙さん、この3選手でまずは第1戦を戦ってまいりました。そしてその後ろから1着を決めましたのはオートレーサーの山田雄介選手です。倉野山田雄介選手は以前はこの競輪選手を目指していたということで、この競争に向けまして一生懸命練習を行ってこの本番に臨んでまいりました。第1戦まず1着を決めましたのはオートレースの山田雄介選手、そして2着にはガールズ競輪の倉野由紀選手、そして3着には折りたたみ自転車で臨みました4代目レースヴィーナスの有沙ちゃん、このようなゴール線通過、第1戦はこのようなゴール線通過という形になりました。この後は第2戦が行われます。この第2戦はオートレースからは木村武史選手、
そして豊橋ホームの深谷智弘選手、各女それぞれ両方メンバーでの1対1での戦いとなります。木村武選手はちょうど1周回600メートル半でゼロの位置にスタートラインに並んでまいります。そして競輪選手の深谷智弘選手は半周走るということになります。ゴールドに輝きましたこの自転車、本当に光っております。第2戦は果たしてどちらが勝つのでしょうか。以前行われましたこちらの対決では深谷智弘選手が勝ちました。今回のこの対決、木村武選手そして深谷智弘選手、この両選手での対決はどちらが勝つんでしょうか。先ほど意気込みも聞かれましたけども、両選手ともに負けられませんと、そんな意気込みが聞かれました。準備の方が整いました。それでは岸根さん、実況をお願いいたします。第2ラウンドは夢のロングハンデ戦です。オートレース代表は木村武史、競輪代表は深谷智弘。さあ、いよいよスタート、5秒前です。3秒前、2秒前、1秒前、今スタート。さあ、木村武史は走路1周、深谷走路3周。さあ、木村はこれから1コーナーから2コーナー、深谷はさあスピードを上げています。3コーナーから4コーナー、さあ木村がぐんぐん迫る、木村がぐんぐん迫る、しかし深谷がリードを取っている、深谷がリードを取っている、どうやら深谷がそのまま押し切り快勝でまっこり、木村武史及ばず2着。今年もオートレース対競輪レースを制したのは深谷智弘。去年に続いてこのオート対競輪レース連覇達成、深谷智弘選手です。競輪代表深谷智弘選手は愛知の96期、現在23歳で臨海トップの S 級 S 班に在籍。今年の特別競輪はここまで全て準優勝、この対決見事な連覇となりました。オートレース代表の木村武史選手は浜松所属の26期、現在35歳です。4月の G1 三陽優勝など、過去に SG2 勝 G19 勝などオートレース界を代表する選手の一人でしたが、今日は及ばずの2着ということになりました。深谷選手が今ゆっくりと走路を走っております。いや、わかんないです、すごいスピードこれ取ってもいいですか。いや、アップなしはきつい。これから走路内で両選手によりますウイニングラン、それから走行が行われます。皆様、深谷選手そして木村武史選手に盛大な拍手そしてご声援をお願いいたします。ご覧いただきましたように第2戦では深谷智弘選手が去年に続きまして連覇を果たしました。ただいま木村武史選手とそして深谷智弘選手によります走路内のウィニングランが行われております。レースを終えました深谷智弘選手の第1戦の声は、いや疲れましたというそんなコメントが出ておりました。両選手ともにいい表情でウィニングランを行っております。お客様も手を振りまして拍手で見送っております。ただいま木村武史選手そして深谷智弘選手のウィニングランが行っております。去年に続きまして勝ちましたのはこの大会は深谷智弘選手でした。オートレース VS 競輪、第1戦では山田雄介選手、そして第2戦の戦いでは深谷智弘選手が勝ちました。両者ともにいい笑顔でウイニングランが行っております。木村武史選手と深谷智弘選手、会話を交わしながらのウイニングラン、
深谷智弘選手、やはり強かったですね。去年に続きまして連覇を果たしました。この競争です。競輪 VS オートレースの画面、こちらゴール前のスロー VTR です。外から木村武史選手迫ってきましたけども、ここは及ばず深谷智弘選手が先にゴールを通過いたしました。